どうも、本日もアストロフォトグラファーのエニフです。今ですね、空を見上げてみると、ところどころにね、白い雲はあるんですけど、この夏ですね、一番綺麗なんじゃないかというぐらいの真っ青な空がね、広がっていましたから、今晩ですね、天体写真の撮影へ出かけていきたいと思います。ただまあ残念ながらね、予報はこうちょうどまあね、日付が変わるぐらいに月が沈むんですけど、それぐらいからですね、薄雲が通過するかもしれないということだったんで、今晩はですね、ちょっと明るい天体を、望遠レンズでね、撮っていきたいと思います。で、今日撮影しようと思っている対象は、白鳥座のサドル付近と言われる天体ですね。まず白鳥座を形作るですね、星がいくつかあるんですけど、一番有名なのはデネブかな。他にもですね、天体写真撮る方にとっては、有名な、サドルという星があって、その周りにですね、赤い星雲が広がっています。で、これがですね、比較的明るくて夏の間ですね、よく撮られる対象なんですね。で、あとは一晩中ね、見えてます。ちょうどですね、天頂付近を通過する天体ですので、今の時期だったらですね、ほぼね、一晩中どの時間帯でも撮影できますね。で、今日はさっきも言ったように、途中雲が通過するかもしれないから、いい時間をね、見計らって、その間で短時間で撮れるような、対象を選びます。ちなみに、使おうと思っている機材は、まず光学系はですね、こちらのキヤノンの EF300mmF4L、これですね、古い34なんですけど、そこそこね、写りがいいので、あとはもう一つぐらいね、作例を撮りたいとずっと思っていたので、今晩はね、これを使っていきます。で、カメラはですね、赤いね、星雲なんで、本当は改造機とか、専用機の方が望ましいのかもしれないですけど、今回はですね、富士フィルム機を使います。比較的ですね、いろんなメーカーのカメラのうち、富士フィルムとペンタックスはね、赤い星雲の写りがいいので、今僕が手に持っているのはこの XT30 なんで、これで撮っていきます。ちなみにね、EOS20DA も持ってるには持ってるんですけど、さすがにちょっとね、古すぎて、ノイズが多いから、最終的なね、SN で言えば、こっちの方がね、良くなるんじゃないかということで、T30 を選択します。で、あとはね、換算焦点距離が 450mm になりますから、オートガイダーはね、必須です。で、こちらの SS1 オートガイダープロで、オートガイドしながら、撮影しようと思ってます。実はね、オールインワンオートガイダーも持ってるんですけど、そちらについてはまだ確認とか調整とかがちょっとね、必要だと思いますので、満月期のうちにそれをやって、次の新月期あたりから、導入しようとね、思ってます。で、それと、あとは切り取り方なんですけど、構図なんですけど、今回はですね、北が上というね、前提のもとで、横構図で撮ろうと思ってます。またサドルをね、やや左上に、持ってきます。その方がね、全体の収まりがいいので、作例が取れればね、それでこんな感じですよというものをお見せできると思います。ということで、今日はこんな感じでね、撮影しようと思いますんで、今から、もう少しね、荷物を、車の方へ積んで、それで、出かけていきたいと思います。それじゃあね、今から、撮影の方へ出発します。はい、ただいまですね、撮影地の方へ到着しました。もう途中のね、ササイやめましたよ。どうせね、真っ黒で何も映んないから、車載はですね、帰りだけにしたいと思います。月がね、沈みかけなんですけど、ちょうどね、木がシルエットになってて、なんかこうあれだね、まがまがしい感じにね、なってきましたね。ちょっとね、木が揺れてるのを見ると、風があるのがね、わかるんじゃないかなと思います。とりあえず機材を組み上げてみました。いや、もう今日はね、多分空の状態からして、ちょっと後でやってみようと思うんですけど、作品というか作例撮りっていうのは無理かなと思います。
まあ、ダメ元でやると思うけどね。今もうね、時刻は午前3時過ぎなんだけど、ようやくですね、晴れてきたので、ちょっとね、もういろいろ厳しいかもしれないですけど、最後にね、サドル付近をちょっと撮ってみたいと思います。どうかな、もうこれからね、曇ったりなんだりあったらね、もう知らないっていう感じですよ。ダメ元でとりあえずね、今からやってみます。見よこの完璧なガイドグラフ。今日は調子いいね。今日はとにかくですね、ガイドの調子が絶好調っていうね感じですよ。このまんまね、行ってほしいですけれども、いやちょっとね、サドル付近撮ってみたんだけど、さっぱりっていう感じやね。ちょっと今日はね、あまりいい結果が得られなかったようです。まあこういうこともあるよね。皆様どうもおはようございます。ついにですね、朝を迎えました。もうはっきりね、肉眼でも夜明けが来たなっていうのが分かりますね。で今日はね、ちょっとご覧の通り、終始ね、雲が、一面ね、ある感じだったんですけど、まあ、そんな中ですね、撮影をしたので、ちょっとねいまいちな感じかもしれません。今ですね、右下の方に赤道儀が見えていますけど、これからね、撤収して帰りたいなと思います。ちなみに時刻はね、ただいま午前5時頃ですね。いやー、今日もね撮影終わりましたよ。さて、それじゃあ帰りましょうかね。だいぶですね、撤収にね、ちょっと時間が今日はかかってしまいまして、もうすっかりですね、夜が明けてしまいましたよ。今5時半ぐらいかな。これワイパー使わないとあれだね。えらく湿気てる。そうなんだよね、今日4時頃かな、もうちょっと前だったかもしれないけど、急にね、風がパタッと止んで、それからですね、かなりね、湿度も上がってきましたね。それまではね、もうほんとこれヒーターなくてもね、曇らないんじゃないかと、別にレンズのね、曇り止め防止いらないんじゃないかっていうぐらい、ほんとね、湿度低かったんですけど、途中からね、やたらとこう蒸し暑くなってきましたね。うわー、あれだ、車の中になんかハムシが入り込んできてやがる。あ、ちょろ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 してね、すっげえ目障りなんですけど、なんか虫が多かったね今日。なんか知らないけどね、虫がいっぱい集まってきてですね、結構ね不快な思いをしましたね。これ蚊取り線香今焚いてるけど落ちるのかな。電池式のやつ焚いてるんだけどね。うわ、眩しい、めっちゃ眩しいな。おいおいおい、見えねえ前が。いやー、コロナグラフが必要だよこれ、目にね。うわ、眩しい、お日様がすっかり上がってるな。さてさて、市街地にね帰ってきましたよ。今、午前6時ぐらいかな。まあ、そろそろですね、市街地にも、人影とかね、あるいはね、車の数が増えてきたりという感じに、なってきます。その頃ですね、まあ、朝帰宅というわけですね。いわゆる朝帰りだよね、朝帰り。今ね、撮影地から帰ってきて、ブリッジっていうねソフトを使って結果をチェックしているところです。これね、ライトルームよりも場合によっては、便利なことがあって、特にね、天体写真撮影では、まあ、こちらを使うことがね、最近は多いですね。ただね、T30 の RAF 形式はこのようにね読み込んでくれないので、まあ、一旦ね、DNG コンバーターで DNG へ変換して、まあ、ちょっとね、チェックをやってます。まあ、ここら辺にね撮影データも表示されていますね。ちょっと絞りがおかしいけど、F4 での撮影です。でそれでですね、まあ、結果の方なんですけど、
まずね、ちょっと最初の1枚目はまだ微振動があったのか、ガイドエラーがね、ちょっと起きてます。ただまあ、それはね、すぐに収まって、まあ、こんな感じでね、2枚目から、撮影がね、ちゃんとできているようです。ただね、少し時間が経つと、薄雲がね、どうやらやってきて、こんな感じでね、星がじわーっとにじんじゃっていますね。で、これサドル付近を見てみると、もう特に明るい星とかね、ソフトフィルター使ったみたいに、にじみが起きてます。で、一旦ですね、この薄雲が、やってくると、もう後半の方はですね、ほとんどそれにやられていまして、まあ、合計でね、まあ、20枚以上撮ったんですけど、30枚近くあるのかな。ただまあ、使えるのがね、今見てみると、まあ、4、5枚といったところです。まあ、幸いにもね、このサドル付近のね、この赤い星雲、まあ、これってね、そんなに暗くないから、まあ、4、5枚でもね、ごまかしようはあるんですけど、ただまあ、あれだけ撮ったのに、使える枚数がね、4、5枚っていうのは、まあ、ちょっとね、悲しいところもあります。まあ、それはもう仕方ないから、今からですね、コレッティフで書き出して、コンポジット、そして、強調処理をね、やっていきたいと思います。じゃあちょっとね、次は、画像処理をやっていきます。まあ、それに関してはね、前紹介した方法でやっていきますんで、まあ、次はですね、その結果、処理をした結果をお見せしたいかなと思います。はい、こちらがですね、いわゆる、サドル付近です。今回ね、さすがに撮影時間が短いだけあって、まあ、ちょっといろいろとね、ごまかしはかけているんですけど、まあ、これがね、サドル付近ですよということぐらいはできるんじゃないかなと思います。で、今回ね、撮影に使った機材なんですけど、まあ、最初も紹介した通り、この34使ったんですけど、まあ、なかなかね、いい写りをしてくれるんじゃないかなと思いました。ちょっとね、色周差、パープルフリンジとかは生じてしまうようなんですけど、でもまあ、古いレンズの割にはね、なかなか映ってくれますね。まあ、1本ね、4万円ぐらいのレンズなんですけど、まあ、カメラレンズの中ではね、比較的いいんじゃないでしょうか。まあ、古い34であればですね、例えばニコンとかもありますし、値段的にもですね、そんなに高くありませんから、これからですね、夏の間、星雲星団を撮影してみたいという方にとってはおすすめできるね、光学系ですね。それと、APS-C 機を組み合わせたら、450mm になりますから、まあ、こういったね、富士フィルム機、まあ、ノーマルでもね、これぐらいは赤い星雲が映ってくれますから、まあ、天体撮影にはね、おすすめです。まあ、僕が使ってるのはね、比較的新しい XT30 というモデルなんですけど、古いですね、XA1 とかが今1万円ぐらいで確か買えるのかな。で、天体撮影ではですね、まあ、そちらも、なかなか使えるということなんで、上位機種との違いっていうのがですね、例えば AF とか、あるいは連写性能とかなんでね、あんまりね、天体撮影の方には関係ないんですよ。あとは動画とかね。だから、古いね、富士フィルム機であれば、比較的安く、星雲星団を、撮影する機材をね、構築することができますんで、まあ、そういった、古い34と、まあ、ちょっと型落ちの富士フィルム機、これがね、僕のおすすめですね。ただまあ、赤道儀がね、ちょっとあれだけどね、やっぱり500mm をガイドするとなれば、まあ、そこそこいいやつを買わなくてはならないんで、まあ、そこがちょっと足かせかなと思うんですけど、まあ、こういったね、機材構成でもこれぐらいは、撮影することができます。ということで、今回はですね、天体写真撮影機、第25回ということでお送りいたしました。まあ、ちょっとですね、撮影条件自体はあまり良くなかったんですけど、一応ですね、この34の作例、もう一つ出すことができたから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、一応成果はあったかなという感じです。それでは、今日はですね、これぐらいで動画を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。